皆さんこんばんは。言論アリーナです。今日の司会は私西和彦が務めますが、今日のお客様は朝日新聞の服部克さんです。服部さんは、実は、私の早稲田の先輩です。私の大学時代を知る数少ない人です。それだけじゃなくて、僕が MIT のメディアラボに行ってた時にメディアラボの先輩でもあります。で、服部さんを一言で、紹介をするとしたら、今から7年前にこの記事を お書きになりました。テレビ 2.0 と、非常に衝撃的な記事で、昨日のように覚えてますけども、実は7年前のこと。でこの7年前に書いた内容を今読んでみると、全くその通りだなと。日付を先月の日付にして記事にしても分からないぐらいの、いわゆる予言記事であったわけです。で、今日はその服部さんに来ていただいて、テレビのこれから 4K とかバーチャルリアリティとかそういうことについて、ご意見を伺いながら、意見交換を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、はいはい、とりあえずあのスタートを、過去について、いえいえとりあえずスタートを、はい、切っていただけたら。せっかくご紹介いただいたんで、日産のことは皆さんよくご存知だと思うんですけども、まあ、私は朝日新聞で主にニューメディアとか80年代ですね、今みたいな IT がやっと花開く最初の頃のパソコンなんか出始めた頃に、通信ビジネスとかデータビジネスを作ったり、新聞社が衛星でやったりテキスト流したりデータベースを作って流すっていうのもやってたんですけど、その後まあメディアラボに行って、でその頃はですね、ちょうどメディアラボって皆さんご存知と思いますけど、 MIT で次世代のメディアを考えるという研究所をネグロポンテという人が作って、朝日新聞もそれに出資して、まあ、21世紀未来は21世紀だったわけですよ当時は。だからそれでデジタル時代に新聞はどうなるのか、その要するにメディア伝播はどうなるのかということを研究するために出資していた頃があって、そこに2年ほど行ったことがありました。当時揉めてたのがですね、ハイビジョンだったんですね。つまりハイビジョンはその頃、皆さん今地デジでハイビジョンを楽しんでらっしゃると思うんですけど、まだ、実用化にやっと踏み出した頃で、アナログ式でブラウン管のテレビで伝送もアナログ信号で送っていて、だけどまあすごいと、それまでのテレビよりもものすごく綺麗なんで、ハリウッドに売り込んだり、いろいろアメリカで結構 NHK がですね売り込んでたんですけども、そこの論争を見てると、そのメディアラボのネグロポンテという所長が、いやそんな別にテレビなんてもういいからコンピューターになるんじゃないのっていうことを言い出したんですね。もう未来21世紀のテレビっていうのはコンピューターじゃないかって彼は言い始めて、すごい重めになってたことを覚えてます。それで僕は、あそうか、テレビってそんなことになってるんだ、コンピューターとテレビが一緒になるんだっていうことに初めて、その時聞かされて気づいたんですけども、その後帰ってきて、その新聞では科学部というところで IT 系の取材をしたり、バーチャルリアリティの取材をしたりとかいろいろして、あとは朝日パソコンという雑誌が、その朝日新聞の中にある出版局、今は別会社になってますけども出版局というところでパソコン誌をやるということになりまして、パソコン雑誌のデスクとか編集長とかをやっていました。ちょうど非常に面白い頃で、ニサはまだもっと元気がよくて Windows 95とかああいうのも、出た頃で、今の皆さんもパソコンなんて当たり前と思ってると思いますけど、その頃ぐんぐんもうどうしようもないやつがどんどん良くなってきてたんですよね。で、やっと90年代の初頭に動画がやっと扱えるぐらいの感じでしたかね。で、マルチメディアとか言って、みんな今聞くと何出せっていうふうに思う人いると思いますけども、パソコンで動画をすごい、カラーノートパソコンが出たすごいみたいな、そういう時代だったわけですけども、そういう時にパソコン誌のデスクをやったりいろいろしてました。それでこの今ご紹介いただいた TV2.0 っていうのはですね、皆さんもう忘れてるかもしれませんけども、インターネットの次は Web2.0 だっていうのが数年前に言われてましたよね。つまりインターネットは今 1.0 なんだけど 2.0 に行ってすごいと、それはどうなのかっていうと、ソーシャルがずっと流行って、
なんかウェブページ見るだけじゃなくてみんなと情報をシェアしてお友達を作って、上から教えてもらうんじゃなくてなんかウィキペディアで教えてやってみたいのがすごいっていう話がちょうどその 5,6 年前に、もっと前でしたかね、結構流行ったんですけども、それを見ててどうも僕が周りを取材してるとですね、それはどうもウェブページをなんか検索して Google でやるといっぱい引っかかってとか、なんかそういうソーシャルメディアでシェアしてブログを書いてみたいな話だったんだけど、実は画像だって扱えるんじゃないかっていうふうに思ったわけですね。でテレビの人の話を聞いてみたら、テレビだって頑張ってるんでって言って、何頑張ってるのって言ったら、地デジで頑張ってますとか言ってるんですけど、ただそれなんか画面がこう画素数が多くなって綺麗になったとかそういう話なんだけど、実はもうデジタルなんですよと。それはじゃあ裏にネットワークつながればインターネットでもほらテレビ放送できるじゃないですかって、だったら検索できるでしょっていう話になって、要するにネグロポンテが言ってたの、僕はそのままその通りっていうつもりはないんですけど、パソコンとかコンピューターってその80年代はそんなの一緒にできないよねっていうのが技術的なレベルで、80年代のアメリカの人もテレビの信号をデジタルで送るっていうのはこれは重力の法則に反してますって言ってたんですね。絶対そんなこと引っこない、技術的に大変で画像処理なんてもうコンピューターで無理ですよっていう話してたんだけど、今できるわけですよ。そうするとパソコンを使ってテキストを読むばかりじゃなくて音声ばかりじゃなくて画像だってやるっていうことになれば、デジタル化したテレビっていうのはまさにインターネットのホームページとイメージは違わないんじゃないですかと。今まではテレビを実際に放送するためには電波をもらって、だからその官庁に免許をもらって、それを独占的に使ってまあどっか偉いテレビ局がみんな1億こう巻きますって話だったんですけど、インターネットで同じことができるし、その中がデジタルのコンテンツになっちゃったら検索もできないと困るでしょうと。そうすると放送局がやんなくても個人が自分でやったビデオ流してもいいでしょうみたいな話がきっとできるんじゃないのっていうことを言ってる人がいたので、あ、そういうことか、テレビだって 1.0 から 2.0 行くんじゃないのっていう話でこれを書いたんですね。わかりました。それでね、なかったですか。いやいや、大変なるほどなとこう、その思い出しながら聞いてて思ったんですけど、このその服部さんが見てこられたその歴史の中でね、記憶にものすごい強く残ってる瞬間ってのはいつだったですかね。何に対してですか。テレビの日産にあったのが一番。いやいやそんなことないでしょ。その最初のねテレビっていう機械を最初に見てから、そのテレビ 2.0 を書いて、今まあ 2K が 4K になって 8K だからね、きっと僕ぐらいの親父っていうかね、まあ年上ですからテレビで育ってるんですよ、戦後の人たちがね。だからちっちゃい時にテレビがないんだけど、どっかの店に街頭テレビじゃないけどあって、野球放送やってるから子供がみんなそこの窓にこうぶら下がって見てて、わーわーわー言って、うちにも欲しいなとか言ってるうちに、やっとうちでもテレビが買えましたとか言って、それはまず第一の衝撃ですよね。テレビ、その家に最初にテレビが来た時のショックって感じがまず大事、まあ、テレビで言えばね、はいはい、でその次はちょっとさっきも話したんですけども、ちっちゃい時に知り合いの人がいてテレビ局に連れてってもらったら、カラーテレビっていうのをなんか実験しててですね、1960年から本放送が始まったんですけど、それまで実験でやってたんで、まあカラーテレビなんか誰も持ってないから見たことないわけですよ。でそれテレビ局行ったら、色がついてる、すごい夢じゃないかっていう、それぐらいもうボーンとこうなんか1000倍ぐらい違う感じじゃないですか。その次は、その次に東京オリンピックあって、まあハイビジョンを見た時もやっぱりびっくりはしましたね。ああそうですか。だってもう 縦横がまず違うじゃないですか。違うものに見えるでしょ、一応は、絵も綺麗かもしれないけどもね。でやはりそのテレビで言うならば、そのデジタルテレビになった時はかなりすごいなと思いましたし、まあコンピューターと一緒になったっていうことはね、すごくいろんな意味があるんじゃないかってことではびっくりしたけど、その日産が好きな 4K テレビはあまりグッと来なかったかな。ああそうですか、 4K グッと来なかったか。それほどはね、いや別に評価しない。いやいや、そのことちょっと後にしといてね。でそのさっきね、テレビ放送がインターネットで見れるんじゃないかっていう、いう発言がありましたよね。でそのテレビとインターネットっていうのは全く別物でね、インターネットっていうのはそのこっちがカチャカチャカチャってやってゲットするという、それでテレビの方はそのチャンネルは選ぶんだけど、チャンネルをいっぺん固定してしまったらもうどんどん来るっていう感じで、イメージとしてはそのテレビとインターネットって新聞と出版みたいな、あの違いがあると思うんですけど、そこについてはどう思われますか。
まあ、それは電子書籍の話をした時とも出版社も読者もね、死者もなくなっちゃうっていうね、まあ、それは行くとこまで行っちゃったら話が、とんでもない方向には行くとも思いますけど、まあ、確かにテレビっていうのはやっぱりテレビを放送できるだけの放送施設を持ってるとか免許を持ってるとかっていう人がきちんと選ばれた人が組織を作ってお金をかけて、なんか発信する人が少なくてそれを受ける人が多いって、まさにマスメディアの方式ですよね。それはどうしてかっていうと、手段が変える人しか変えないっていう資本の論理があるから、誰でも変えないからそうなっちゃうわけじゃないですか。だからそのためには社会的に選ばれた人が組織的に何かやるっていう、社会の制度と裏腹に一体とならざるを得ないです。だからそういう意味で歴史の産物だって、僕ら知ってるのはたかだかテレビって言ったってね、50年ね、まあ始めて60年じゃないですか、たった60年ですよ、だからそんなことを考えたら映画よりも短いし、新聞よりも短いし、本よりも短いわけですよね、だからものすごいローカルなことを考えてるんで、まあ、テレビってもうそれで育ってるからすごいもんだと思ってるけど、実は非常にこう歴史的な、なんかね、その20世紀後半に特有ななんか電子画像文化みたいな感じなわけですよ、結果的にはね、と思ってるんです。だからもうちょっと、まあ、100年は生きてないにしても、あと50年経ったらどうなのかね、それがなぜできてきたのかみたいな文脈でもうちょっと、まあ、100年ぐらいのタームで考えてみないと本当は分かんないんじゃないかなと思います。なるほどね。 YouTube よく見られますか？見るっていうか、その見るっていうのは違いますよね。きっとテレビっていうのはあんまりこう検索するんじゃなくて、こうゆっくり受け身でこうシャワーを浴びるように見るとか、まあちょっと報道番組だったらきちんと注意はしてる、でもやっぱり受け身なんだけど、で YouTube とかインターネットっていうのは自分から調べて、もう意識が働いてる部位が違うから、見方とか印象は違いますね。僕ね、最近ね、テレビを全部録画するハードディスクレコーダー、東芝のレグザっていう、あのやつのセルっていうやつ、まあ何年か前に出たやつですけど、それ手に入れて見てるんですけど、これすごい経験ですね。どういうふうに？つまりね、今までその時間に合わせて見てたり、それからこの番組を撮るっていうふうに見てたりするんだけど、一切そういうことしないで、その昨日放送されたものの中から、その、まあ、1週間ぐらいの放送されたものだから、これっていうふうに、だからハードディスクレコーダーの丸取り、ハードディスクレコーダーの有罪。それって楽しいですか？なんかだいたい録音したものはみんな見ないじゃないですか。いや、ところがね、録音したものを見て楽しい。録音じゃ録画か。録画楽しいのはね、つまんなかったら早送りできる。 そこはね、非常にいいなと思いましたね。あとそれから、そのいわゆるそのクリックするとその番組が見れるっていう、そのクリックすると見れるっていう、その感覚がね、非常に主導権がこっちにあって、放送局の言うなりにその日にうちに帰って見なくてもいいっていうかね、そう、自分で選べるっていう自由を獲得してるっていうのはすごいのと、でまさに二さんがおっしゃるのその通りだ、僕思うんですけども、この、 2.0 の中で書いたのもね、今のハードディスクがどんどん安くなっていくと、数年内、まあ6年前の話ですけども、一生分のあなたの記録が全部録画できますよ。今はね、まあ丸取りっていうから、じゃあ今あるチャンネルのやつはずっと録画 できてるけど、いずれパンパンになったらまた消してるかもしれないけど、どん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 これ以上安くなっていくと、生まれた時から死ぬまでの全ての世界中のテレビ番組とか、まあそれ極論かもしれないけども、ありとあらゆるものが全て録画できますと。でまあ自分のハードディスクがいっぱいになるんだったら、ウェブサーバーの中に入ってて、全部残ってると、消したくてもどっかに残ってるっていう風になると、今は便利かもしれないけど、もううざいぐらい消してほしいものまで全部残ってる世界になっちゃうわけじゃないですか。でまあだけどね、ちょっと脱線したトピックスになるかもしれないけど、僕ね、ハードディスクレコーダーのね、マニアでね、一番最初に出たクリップオンっていうね、ソニーのやつから、もうほとんど全部の世代を買ってるんですよ。なんで全部の世代買ってると思います？それはね、コンパチビリティがない、必ずハードディスクレコーダーが潰れるからです。でね、ずっと取りだめしててね、で自分の好きなライブラリーがたくさんあるでしょ。それで見てるとね、ある日突然壊れるんですよ。それでしょうがないからまた買う。で貯めてるとまた壊れる。ということでね、その自分の過去のね、そのビデオライブラリー
か、うん、アクセスし続けることができるかって言ったら、いや今の我々の環境はそうではなかったような気がする、まあ、全部ね、その Google のね、うん、そのいわゆるそのいわゆる Google ドライブとかね、スカイドライブにアーカイブするとね、いいかもしれんけど、だけど10テラなんかやったらね、毎月800ドルぐらい払わなきゃいけないわけですよ。まあ今10テラは高いかもしれないけど、うん、あと10年したらそんな変わるかな、変わるかな、容量的にはそんな。それで、でスカイドライブにね、スカイドライブっていうかその Google ドライブにアーカイブしたらね、全部ねその誰かが見るわけですよ、チェックして。だから見る時間ないでしょ。いやいや、ね、なんかそのこの前のそのスノーデンの報道なんか見ててね、実はそのインターネットのああいうそのトランスペアレンシーの問題、うん、結構がっかりしたのを覚えてるんですけど。だからね、あの、うん、それはまあ運命っていうかしょうがないというか、ハードディスクは嫌でも増えていくと。てかハードディスクは必ずクラッシュする、クラッシュするけどネットでつながれて、でもし日産のやつがクラッシュしてでも誰かのところに残ってるつまんない CM のなんかお宝カットとかどっかにあって、うん、あの YouTube に上げる人はきっと出てくるんですよ。それみんなでやってればリスク分散してるから、る、ね、全員のハードディスクどっか壊れても保管すればいいって話に なりますよね、うんうんうん、で逆にライフログじゃないけど一生自分が見て生まれた時からのテレビ番組に全部残ってます、どっかにね、自分の暮らしてもで、ハードディスクじゃなくて別のもので入ってるかもしれないし、うん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 、なんか今度日立かなんか作ったやつは何億年も持つとかっていうのもあるらしいですけど、うんうん、それはまあ理論だけどね、うん、なんかまあ一つのイメージとしては消せないほど、あのもう今日しかとか残ってないとかっていうのがもうそういう飢餓感がなくなってきて、でそれテレビ局が溜めててサーバーでもし開放してくれれば誰でも見れるようになるし、うんうんうん、でともかくチャンネルと過去の歴史的なものを全部集めていったらもうとてつもない量が毎日個人のどうでもいいプライベートビデオから、うん、放送局のすごいものから世界的な作家が作ったものが、ね、みんなで、ね、うん、そういう時代に、ね、うん、なりそうな気もするけど、でもどうして、ね、テレビ局はテレビの放送をアーカイブしてオンデマンドで、まあ、NHK はちょろっとやってますけど、うん、普通民放やんないんでしょうかね。その今の放送を見てくれないと、うん、広告収入が入んないから、だから過去のテレビは見るなっていう、そういうことなのかな。だって希少性がないまで誰もお金払わないじゃないですか。うん、要するにウェブページにタダになっちゃってるわけでしょ。でいくらお金取ろうと、うん、でその時じゃないととかお宝物とかにして、うん、アクセスがある程度制限されてないとそういうものにお金を払うっていう習慣がないわけですよ。だからそれを今のテレビ局はそういう希少性をいかにして作り出すかっていうことを制度的にもチャンネル的にもやってると、結果的にね、彼らは意思的にやってるんじゃなくて、うん、結果的にそうなってるってことですよ、うんうん、そこしかできないものをそこで貯めているからお金になるんであのね、ちょっとまた話変わるんですけどね、服部さんどう思います、そのね、今 BS とかね NHK のデジタル放送やってるとね、そのちゃんと NHK に入ってないとね、その右下左下かにその表示が出てね、でなんか何とかボタンを押して電話を開けたら消えますとかなんかっていうのが出るんですよね。それでだからちゃんと見てくださいと、でも我慢して見てたらその表示があってもテレビは見れるわけよ。で僕ね、それはねいらないんじゃないかと思うの。何かって言ったらね、 NHK の放送を勇気を持って暗号化してしまってね、金払ってなかったら 見れないようにしてね、でまあその教育とかニュースとかね、そういうどうしてもその本当に教育公共的なものはその暗号を外すべきだと思うんだけど、そうじゃなくて娯楽とかね、相撲とか野球とかなんかだったらね、その思い切って NHK はいわゆる全部ペイテレビの暗号化に移行してもいいんじゃないかというふうに思うんですけど、それってどう思われます？まあ、そういう論議は昔からありますよね、うん、で具体的にやろうと思えば技術的にはもいやもちろんそうなんだけど、それ僕はそのこれね 2K じゃなくて 4K に移るときにね、そのただまあ別にね、放送が有料になるべきかとかコマーシャルでやるべきかとかいうビジネス上の問題はあって、例えば NHK は公共放送的な立場であるならば、うん、税金ではないけどほぼ強制的にあのお金を払ってね、はい、まあ、BBC とかそういうところはファイナンスしてパブリックなメディアをみんながどうやって担保していくかって問題ですよね、うん、NHK がどうかって問題じゃなくて、うんうん、みんながパブリックな情報を共有するためにみんなの
力とか、まあ、具体的にはお金なりをファイナンスすることによって、うんうん、みんなで使えるものをどう確保しましょうかっていう論議をしないと、うんうん、NHK がけしからんのがいいのかっていう問題ではないわけです。いや、僕はその NHK がけしからんのがいいとかってことじゃなくてね、うん、その NHK のその公共性が、うん、NHK の持ってる公共性とかパブリックのニュースとかパブリックなそのいわゆる教育とかっていう部分のがあるから、うん、NHK のその放送にその暗号化っていうかその暗号化できない部分があるんじゃないかと思うんですね。で、僕はその暗号化に暗号だから NHK を完全にペイにね移行してね、でニュースのところは暗号を外すと、でもニュース以外のところは全部そのいわゆるペイテレビのいわゆるロックする方式の暗号にした方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、それは可能で別に誰も困らないかもしれないですね。ねえ、で、NHK がそれでかわいそうかって言ったらそうじゃなくて、ちゃんとみんなお金払うと思うんですよね。まあ、情報のインフラに対してきちんとお金を払うってことは必要ですよね。まあ、ガス料金とか電気料金とか ね、うん、ねああいうようなものをみんなでシェアしてインフラを維持するっていうことを情報に対してもきちんとやることは必要だと思う、ね、いや僕はそのだから今度ね 2K から 4K のそのテスト放送をやるでしょ、また 8K のテスト放送やるじゃないですか。 2K はそうじゃなくても 4K に動くときにね、そういうふうな完全なその暗号化っていうか完全なペイに移行する。で同時にね、もうこれは僕のずっと持論なんだけど、その NHK オンデマンドって今やってるけどね、ちゃんとお金払ったらオンデマンドに関してはタダにしてほしいと思うんです、ね、そうすると NHK の過去のね全ての放送がオンデマンドでこう見れるんだったらね、お金払おうって思いません？ただでもそれはやっぱりほらマスメディア思考っていうか、作る人が行って食べる人がこう分かれてて、うん、作る人ができないと困るから食べる人は絶対お金払ってくださいっていう発想ですよね、うん、今のネットの文化っていうのは自分が作る人にもなりうるわけじゃないですか。だからあの電気だってエネルギーだってね、うん、自分家でソラエネルギーで作ったやつは、うん、電力会社に売るっていうできるわけですよ、うん、でみんな困るのにそれみんながハッピーになるならばね、うん、だからまあ、自分が作ったどうしようもないアマチュアの映像でもいいけど、そのスクープ映像は NHK に売って、それは NHK から撮ったっていいしいい、ね、そういうこともできたらいい、ね、みんなほじゃ情報を出しましょう、みんなでシェアしましょう、うんうん、っていうふうで評価をお金でもらうっていうふうにした方が、あの誰かその官僚みたいな人がやってる偉い放送局を維持するためにね、うん、いやいやデジタル暗号化で高いやつを払うっていうのはそれはあってもいいんだけど、うん、本来未来にあるべき姿っていうよりも今までの制度としての普遍ではあり得るかもしれない、ね、なるほどね、新しい考え方をしないと、うん、きっとその放送みたいなものを20世紀的なメディアから超えないといけないと思うんですね、うん、それさっき ね2K の、 そのハイビジョン見たとき、ハイビジョンというかそのデジタルハイビジョン見たときにね、すごい良かったっていう感想と、 4K はそんな大したことないんじゃないかっていうか、大したことなかったっていうあの発言がありましたけど、その 4K にそんなにあのエキサイトしなかった理由っていうか、そこら辺のことはどうなんでしょうね。それもうちょっと詳しく説明していただけませんか。まあ作んなくてもいいんじゃないっていうのは作ってる人は失礼かもしれないけど、例えば2、3ずっとパソコンやってきたでしょ、うん、だから確かにコンピューターっていうのはバージョンアップしてきましたよね。8ビットから16ビットになった時と64ビットになった、32ビット64、うんうん、でそれは段階を踏んでデジタル技術が良くなるとアプリの幅が広がって綺麗になって、うん、でさらにもっと広がりが増えてくると、うん、できちんとあったんですよね。でもテレビの場合そういうのがなくて、で結局ほとんど内容もグレードアップしないままにでかくなってた。ああ、なるほど。で今安売り競争になってね、ワンセグでもいいだろうっていうことですね。まあ、テレビの場合、あのパソコンの場合はその次のバージョンのモデルが出ると機能が高いから元の値段でいいですよ。実質上前と比べたら値下げですと。でテレビの場合はそういうのがなくてバージョンアップがないのに次のってね、綺麗なのを出すんだけど余計な機能はついてるかもしれないけど値下げ競争になっちゃうわけです、うん、だからバージョンアップしたら前の値段もしくは高く出して買ってもいいよっていうのがあるとすると、それは今のところに、うん、あの 4K とかね、次の 8K ぐらいしかないわけですよ。まあ、あとはそのハードディスクつけるとかね、うん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 、なんか画像補正するとかね、うん、なんかネットにつなげましたってもうバタバタやってますけど、それは機能を上げないともうだって価格維持できないでしょ、うん、まあ、パソコンの論理と全然違うテレビって10年間それで置いといて使えばよかった、あとコンテンツでお金をねファイナンスすればよかったものが、今はアプリで
ネットでつながってバージョンアップしていいのがどんどん出てこないといけないと同じゲームに入っちゃったわけじゃないですか。だから、うんうん、パソコンのバージョンアップと同じようなゲームをテレビもやらないといけないんですよ。そうするとそれに本当にバージョンアップについてきてるかっていう、その画素数についてはいいかもしれない、中身はどうかとかね、インタラクティビティはどうなのかとかね、うんうんうん、インタラクティブテレビとかなんかまあ言ってますけど全然ついてきてないですよね。そうですね、お金出さない。そうですね、まあ、だから NHK の技研の展示でね、うん、インタラクティビティとかいろいろ今年ありましたけど、うん、やっぱりあそこら辺がもう少し伸びたら新しいテレビになるのかなっていう感じはしたんですけど、だから本当の魅力っていうか、確かに綺麗なものを認めるし、うん、世界遺産とかね、 4K で見たら、あの世界遺産のやつをもし置いとくんだったら今のやつより 4K で見たい、確かに思いますし、うんうん、自分の最も大事ななんか、ほらなんかね、まあ、小学校の運動会でもいいですよ、それから家族のやつでもね、うんうん、自分が初めて行った海外のやつでもいいし、うんうん、そのドラマでもいいけど、そういう記念のものを置いときたいっていう良さはあるけど、だからそれがなんか8ビットから16ビットにいったほどでもないわけですよ。ちょっとメモリが増えましたって感じなんだけど、うん、なるほどね。そういうのをもう一つ先にこう突き抜けてくれないと 4K の魅力がよく分かんないっていうか、確かに綺麗なことも分かるし、うん、いいんだけど、じゃあその周りはどうなってるのと、今までできなかった本当の綺麗以外の何かできるんですかっていうのは、いやだから今のその指摘は非常にシビアな指摘で、うん、テレビ何が良くなったんだっていう、そこ、そういうことですよね、うん、それでだからまあ 4K はの話もした方がいいと思うんですけど、僕はさっきの言いたかったのはね、うん、まあそれは非常に理想論で抽象的かもしれないけども、無限にテレビは録画できますと、で無限にネットでつながってるってなると、もうチャンネルなんか必要ないと、うん、ネグロポンテが昔言ってたテレビっていうのは今チャンネルがついてるけど未来のテレビはついてないんだと、うんうん、あんたが楽しいとかね、うん、バイオレンスのボタンとかね、うん、そういうのがあって、自分が好きなボタンをこういうふうに押して一番今日の気分に合ったやつの画像が好きな放送局というかアーカイブから出てきて、はいはいはい、そうすると別に同じ時間に同じ放送局から見る必要があるんじゃなくて、自分が欲しいものをもう無限のリソースね、まあ、ある意味抽象的に、ね、うんうん、そういう中から今日君にあった一番いい映像をこう教えてくれると、うん、っていうのはテレビだっつったの、まさにこう行く道としてはそっちにどん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 行ってるっていうかね、うんうん、でバーチャルに国内の放送局だけじゃなくてネットでつながれば海外の放送って同じこうダイヤルボタンで見れればいいわけですよ。 BBC のが例えば翻訳されて、まあ提携してんだよ、まあ、今見れる人もね、ラジオがそうなってますよね、うんうん、でそれみたいに世界各国のなんかその何スペインの教会でおばあちゃんが変なを書いちゃったっていうのは、その地方の放送局やってるのがすぐ現地で見れちゃうとかね、うんうん、いうやつも全部一つのテレビの上でやるって、 まさにその Google でこう検索してるようなもんじゃないですか、うんうん、今日の一番私の気分に合った映像をちょうだいっていうのは、これからこれ見ようっていうね、うんうん、そうするとまあ形上はまあ本来的なアーキテクチャはテレビとかそのインターネットは違うっていうふうに西さんおっしゃるかもしれないけど、デジタルになることによって同じようにね、やっぱりテレビっていうのは検索する与えられるんではなくて、自分からインタラクティブに見に行って自分が欲しいものを自分の一番最もニーズに合ったものをこう編集しながら見るっていう俺主義みたいになってきた時には、俺テレビ、うん、俺みたいなね、うん、私だけの編集における私の好きなこれだけみたいなのが集める方法っていうのもインターネットで検索してる方式にすごく似てくるわけですよ。だからそういうアーキテクチャに融合していって、うん、テレビっていうのはまあちょっとインターネット側の発言かもしれないけど、こう広い意味でのインターネットの中の動画のあるこう散布様式っていうか共有様式みたいな形で、うんうん、テレビっていう形もありますねっていうぐらいになってくっていうか、まあテレビ側から見るともっと新しい使い方、検索して世界中の映像を同等に扱いながら編集したり共有したりっていう風にね、うん、だからまあテレビって言うと業界の話になってしまうので、うん、今僕ら知ってるところの動画を中心にみんなで共有する、いわゆる放送で主にやられてるようなことが、うん、みんなができて世界中で共有できたらいいんじゃない？そういうことをするでしょうかね、みんなね。だからその、うん、1000人のうち3人がやれば、うん、その3人の発信した信号を残りの997人は受信するって、うん、そういうことなのかな。でもそれは無限にチャンネルが増えると、1個のチャンネルに対する例えば視聴率なんていうのは、
1万分の 1% とかね、うんうんうん、なるけど、そういう集合体の中でみんなが好きに選べるチョイスがあるっていうことであって、うんうん、じゃあメジャーに見てるのはきっとオリンピックとかワールドカップの時はみんな同じチャンネルで見てるかもしれないね、うんうんうん、っていう普段はもう全然、例えば70億チャンネルあって70億人が全部違うものを選んでますよっていうことですよね、うんうん、ひょっとすると。だからものすごくモードが違ってきちゃってっていうか、うん、エコロジカルな、まあこう映像の自然、第二の自然みたいなのがあって、好きなものを好きなだけ自分で持ってきてっていう感じじゃないですか、うん、一つ質問なんですけど、はい、服部さんね、 IMAX っていう映画ご覧になったことあります、ええ、ある？ありますよ。 IMAX ってね、その普通の映画の35ミリが縦に2つと横に2つと4倍なんですね、ちょうどその 4K と 8K の関係みたいなも、 2K と 4K の関係みたいなもんだけど、 IMAX 映画を見た時どんな感じでした？まあ、シネラマっていうのがね、その前にやって、僕らもその映画 70mm ね、映画も進化してるっていうか、常に映像メディアっていうのはこう欲望、さらに大きいものをより画角が広くて、そのサラウンディングになって映像体験を強化する、例えばコマ数を増やすとかね、もうハリウッドもいろんなことやってきてるんですね、120コマとかね、でそれは前のものよりある意味すごいけど、ある意味飽きるとか、 3D はすごいけど、すごいんだけど、ずっとやって15分ぐらいやってるとなんか疲れてきちゃうみたいな感じ、疲れますよねちょっとね。だから普段で見てるものはこれでいいのかもしれないけど、 IMAX もすごいと思いますけどもどうでした、その見られた時、 IMAX、その最初に見たらすごいですよ。だけどそれが毎日だとどうかっていうのはありますよ、ね、うん、いや僕はね、あの IMAX 見た記憶としてね、映像の中に自分がどっぷり使ったっていう、その、うんうん、でそのそれはあたかも、うん、その場所に自分が移動したみたいな感覚だったんですね。だから普通のその映画館に行って35ミリを見るのと、その IMAX を見るのでは雰囲気というか、そのまだ今日のその2つ目のテーマの仮想現実というか、その雰囲気が違ったって感じがする。だから僕は 4K とか 8K に期待するのはね、雰囲気が得られるんじゃないかっていう、例えば IMAX とか他の大型の映像っていうのは、実際にこう視覚の角度っていうかね、自分を包み込むのが今まで30度だったのが180度ぐらいまでね、でさらには後ろ行って上下に来るみたいなね、うん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 、そういう空間的な演出もありますよね、でもそれをはどんどんやってくれてもいいと思うし、それは一つのメディアのもう生理学でどんどん、大きく良くなっていくっていう風にやってないと、サメみたいに次のチャレンジをしてないと止まっちゃうと、いいよっていう話になっちゃうよね、それやっても構わないですけど、それはそうなった時の衝撃であって、例えば最初にほらルミエール兄弟が作ったね映画でね、やっぱりみんなびっくりしたわけです。それまで動いてなかったから、動いてない映画突然動いて、で最初に来たのがなんか鉄道の蒸気機関車が駅に入ってくるのを見て、もう来た人は動いてるの見たことないから、それを見て叱れようと思ってあーって逃げたわけですよね、そういうことです。 でもそれはそれを見た後、あ、それは映画ってそういうもんだと思ったら、もうその駅にいなくなっちゃったわけですよ彼らはね。その時はもう完全にその映像を見た時は自分がそこの線路の脇にいて叱れようと思ったんだけど、だから新しい目では常にこう場を変えていかないと、その時に感動を与えられるんだけど、その感動はどん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 ね、慣れに変わっていって、もっと画角の大きいやつ、もっと画素の多いやつ、もっと綺麗なやつみたいな方に行ってしまって、その感動はちょっと薄れていって、その感動はどんなメディアでもあって、全くテレビ見たことない人もそれが世界の現実に見えるかもしれない。僕はちっちゃい時、最初にテレビを見た時、今から見ればね、モノクロのどうでもいいテレビっていうか、今から見ればこんなほとんど画素数もないみたいなやつで、もう世界を見る思いだったわけですよ、だからそういう意味では 2K とか 4K がどうかなんじゃなくて、今と比べたら 4K っていうものもレベレッジにして、新しいコンテンツを開いたり驚きを伝えるのは必要だけど、4K が究極でも何でもないわけですよ、4K はそのままでもいけないわけで、8K になるかもしれないし、ね、新聞の立場でね、まあ、新聞の仕事ずっとしてこられたわけですけど、新聞の立場から見たね、テレビっていう産業、テレビっていう事業、まあ、朝日新聞から見たテレ朝っていうでもいいかもしれんけど、どんな感じします？その新聞っていうのは、その一部いくらで買ってもらって宅配して、あと広告も取ってっていう感じでしょ。それがそのテレビの場合は、その広告料で、まあ、ほとんど全部いってるわけで、
テレビ新聞から見たテレビビジネスってのはどういうふうに映るんですかね。まあ、それを僕は代表して答えるべきかどうかわからないですけど、まあ、日本の新聞とテレビ、試験でいい、うん、日本の新聞とテレビっていうのはこう得意ですよね。そういう資本関係があるってこと自体はね、世界的に言えばね、資本関係があるっていうことを常に意識してるって感じ。いや、まあ、社会的条件で見るならば、うんうん、日本の新聞とテレビはどうですかって新聞社の人に聞いたら、うん、うちの関連会社ですっていうふうにまた言うじゃないですか。で、お互いにニュースを共有しながら、メディアの特質としてはプリントメディアであり動画メディアであり全然違うものだろうと、うんうん、でもそれは要するにじっくり読むのとパッと見に早く情報を得るっていう違うモードを合わせて、人間は新聞だけで生きてるわけでもないし、うんうんうん、普段の生活もあって、うんうん、その全部オールラウンドにカバーするには全然違うモードのねメディアを組み合わせた方がいいですよ。だから、うんうん、テレビも新聞もあってすごいオフの時もあるしオンの時もあるっていうのを全部ね、うんうんうん、オールラウンドに生活に対してニュースを提供できるってことになると、その方がいいって感じですよね。だからそういう意味では形として悪いと思わないし、そのテレビとか新聞とは分かれてるけど、まあ、もうちょっと未来になってね、そういうものがデジタルで完璧に一緒になったとするじゃないですか。それ、うんうん、新聞と、うんまあ、テレビ画面みたいなところをちょっとこう取り出すとプリントが出てきて新聞みたいなやつもあったり、新聞でやってるやつがテレビの中に入ったりみたいな境界線があやふやになってくると思うけど、まあ、脳の使い方としてはちょっと違うかもしれない、うん、だからそしたらね新聞とテレビってのはまあ似てるっていう印象を受けたんだけどね、うん、受けたんだけどね、うん、似てないそのいえいえその僕の知ってる他のね、新聞にいた人っていうか新聞の人がね、ものすごい発言をしたの、どういう感じかって言ったら、今度本出すんだよって言うわけ、で僕が何部出すのって聞いたら、さあとかって言うわけ、それで売れると思うって聞いたら、さあって言うわけ。だからその俺はもう原稿書いたらもう終わりよとか言うわけね。で普通著者は自分の本が何冊出て売れるか売れないかものすごい気にするわけね、ところがその新聞記者をしてたその僕の、うん、服部さんじゃなくて他の人ですよは、いや別に売れても売れなくても関係ないもんみたいな感じだったわけですよ、うん、で実はその新聞社系の出版社あるでしょ、うん、朝日新聞も出版社あるし、うん、まあいろいろあるじゃないですか、うんうん、新聞社系の出版社って全部儲かってないんじゃないですか。まあ、日経は別かもしれんけど、うん、で新聞のね記事を作るメンタリティと出版社の記事を作るメンタリティは全然違うんじゃないかと思う。違いますね。ね、うん、だからそれも1週間にわたって書かれるのと、今日今起きた事件をパッと知りたいっていうニーズはね同じニュースであるけど、うん、受け方も違うし、うん、まあもうネットの上とかいろんなものでどんどん報じられているこう速報のニュースをもう追わなくちゃいけない、まあ、例えば震災があればもう今日何があるってね、毎時人がどうなったとか災害救助が来たって、うんうんうん、でもそれは1週間まとめて実はやってもみんな必死になって追ってたけど、どういうふうに並べたら意味があるんですか、うんうん、じっくり考えましょうって両方がないと理解できないですね、うんうん、まあ、じゃあ そういう感じが新聞と出版社の関係がテレビ局とインターネットの関係になるっていう、そんな感じですかね。まあ、全く違うもんだけど、その両方はビジネスモデルも違うし、うん、逆であるから両方をやっぱり持ってた方がね、うん、メディアビジネスとしては正解というか、例えばビル・ゲイツだって Windows が儲かんなかったら儲かるような企業にきちんと投資してますよね、うん、つまりポートフォリオっていう意味で経営から考えたらいいの、別にイデオロギーの問題じゃなくて、テレビと新聞は考え方が違うのか、なんでやるんだっていう考え方もあるかもしれないし、全然双方的であるから両方を持ってるっていうことがオールラウンドにビジネスをするのにいいんだっていう考え方も両方あって、確かに違うメディアなんだから、だからそれを両方を 100% 視聴者なり、まあでも受けてる人はテレビも見るし新聞も読むっていうのは一人の読者なり視聴者も同じですからね、そういう個人を中心にあのメディアビジネスをするんだったら両方提供できた方がオンもオフも OK とかね、片目もナンパも OK みたいなのがあった方がビジネスとしてはいいかもしれませんね。今ね、まあなんか新聞のことばっかり聞いて、今日はテレビのことがテーマなんだけど、そのインターネットでね電子新聞ってやってじゃないですか、で僕はね電子新聞とはテレビのことだと思ってたの、ずっと。
なるほどね、新聞が電子化したらテレビになった、うん、だから大成功したと思ってるんだけど、今これ電子新聞、ブームというか競争というか、これ日経が20万部いってね、で朝日が10万部いって、それでどのこうのって、その読売は適当にやってるみたいな感じがあるじゃないですか。で新聞からインターネットをやろうとしてる動きと、テレビからインターネットやろうって動きと、あと出版からインターネットにやろうとしてるっていう、インターネットにほれ、その出版も新聞もテレビもガーッと入ってきてるじゃないですか。それがこれからどうなっていくのかっていうか、それ見ててどう思われます？まあ、新聞だってその前にあった出版を吸収したわけですね。例えばその日刊新聞の前っていうのは、週刊でこう例えばその郵送されてくる週刊新聞みたいなのがあったり、作家の人が書いたやつをね1ヶ月に1回送ってきますみたいなのがあって、でそれがなんで近代の新聞ができたかっていうと、電信とか電子メディアが発明されたんで、いろんな世界中のものがごったにでも毎日来ちゃうから、それを合わせて、それもう本をいっぱい積み上げてページだけ切って組み合わせたみたいなところありましたよね、うんうん、だからまあテレビだって新聞の手法を使って、最初はテレビ番組使ったりしてたわけじゃないですか、うんうん、まあ具体的にはラジオから入ってきてる人がね、うんうんうん、だからそうやって前のメディアのノウハウを吸収しながら新しいメディアの魔弱に合うようなものを作ってきたので、自然的に後のメディアっていうのは前のメディアのノウハウを吸収しながら大きくなってるっていうのを、どんどんこうマトリョーシカみたいにままこうなってるんですね。だからそういう意味ではインターネットってもう全てをガバッとやってるっていう意味では、そうするとテレビも新聞も出版も全部インターネットの上で行っちゃうっていう、まあ、だからまあ極論するとあと100年ぐらいすると新聞という言葉はないのかもしれないですね。テレビっていうのは、そういうなんか仕事ですっていうふうに言われるかもしれないですね。その、ワシントンポストが電子化しちゃうとか、ニューヨークタイムズがニューヨーク社電子化しちゃうとか、電子化したっていうか、もう電子化してんですよ。いや電子出版がメインになるっていう感じがあるでしょう。あれってどう思います？僕はね、でもね両方いると思うんだけどね。あのね、僕が言いたいのは、あの新聞って電子メディアなんですよ。さっき言ったみたいに、あ、もうすでに出版に対してね、19世紀で、なるほど要するに取材するところを電子化したのが、まあ出版が電子化してないっていう言うつもりはないんですけど、本の時代に電話で聞いたやつを書いて、入ってくる情報をね世界中から聞いて、電子メディアで集めたやつを、それから先は電子化できてないから一応活字にして、でそれを巻くのは紙にして臨定期で配ってたわけでしょ。だから19世紀の電子新聞とは言わないけど、電子メディアは新聞だったんですよ。なるほどね、電子を使った新しいメディア、だから世界中の情報を全部集められた、電子使わないと無理だったわけですよ、馬で聞きに行ってたらね、電話で聞いて初めて分かったでしょ。で最初がまず電子化できたんだけど、その次コンピューターが出てきたら、真ん中の活字は重いし、なんか公害にもなるからね、どうにかしようよって言って、コンピューターっていうのでやればいいんじゃないのって、ね、社食とかね、で真ん中のところもじゃあやってみようかって大変だけどやってみたでしょ。そしてどうにかできましたと、で入るところと真ん中加工するところはできましたと、じゃああとどうなる、いややっぱり紙ですよって言ってて、でここのところは要するにまだ電子化してなかっただけなわけですよ、だから入る加工する流通するっていうと、流通するところは未だにトラックで運んでるから、どうにかしないといけないっていう意味では、いやする必要あるのかどうか分かんないけど、やれば3段階目の電子化をすれば、いわゆる電子新聞って言われてるようなものにね、今そういうイメージですよね、だからまあ今の紙に書いてることと同じなんだけど、そういう画面に読めて、タブレットでも読めて、ネットワークでシェアできますっていうのは、そういう流通を紙にしないからそれができるんで、だからまあ幾分暴論かもしれないですけど、新聞というもの自体はもともと19世紀の電子、最初の電子ニューメディアでしたと、で20世紀には次の段階のニューメディアになって、やっぱ21世紀にやっと最後の全電子化がやっと完了と、まあだからその放送がちょうど取材する電子カメラっていうかデジタルカメラでやって、デジタル編集して、要するに放送しようと思ったのはアナログ電波しかなかったから、それ紙にするようなことやってたから限界があったのをデジタルにしたわけでしょ。だからそれで放送やっと全部
デジタル化したわけですよ、うん、で新聞はまだそこまで行ってなかった。やっぱりそのシステム全部がどういうふうに変わってきたかを時系列で考えるっていうのは大切だってことですよね。そうです、まあ、その、うん、それも、うん、あのここ10年でどうなるかっていう問題じゃなくて、まあ、新聞業界に ね放送が何で始まって、うん、なんでどういう人が始めて何のために始めてっていうのがね、うん、やっと今分かってきたって、やってる時はよく分かんなかったんだけど、うんうん、後で考えてみたら、あそういうことだったのかっていうところに来てるわけじゃないですか、うんうん、だから新聞も、まあ、そろそろ悪く言えばこう社用っていうか昔の勢いではなくてね、うん、もうネットでいいよっていう人も増えてますから、うん、でもともと新聞って何だったのってよく考えてみたら、え僕らは電子メディアやってたんじゃないと思えば別に怖いことないっていうか、新しいことやったわけ、その時代に他の人ができない電話とか電信を使って集めたからこれだけ大量の情報が集まる。でも今はみんな集めちゃってるからそこはね競争力ないんだけど、うん、でもその中でじゃあより深い情報とかより深掘りした調査報道とか、うん、じゃあもっとマークにしても各国語でもっと TPO でいろんな形で負けたりね、他のものと組み合わせたりできるっていう機能をビジネスにしていけばいいと思いますけど、うんうん、新聞的なものとしてはもうずっとやってるのは電子的なことで、それはもう誰でもできることを、その手段を先にあの持ってた人がやってただけというふうにぐらい思わないと、別に新聞が偉いわけじゃなくて、ただ僕もその新聞業界の人にこう自信を持ってほしいのは、別に僕らが遅れてるわけじゃなくて、一番その時代に新しいことをやってたのは新聞のはずだったんですよね、うん、だからその創業の精神というか、それをやっぱり思い出せば、別にもともと電子新聞なんだからね今ので、ね、うん、それでその朝日新聞その800万部っていうふうに言われてるわけでしょ、ええ、800か700か知らないけどそのぐらいでしょ。で電子版って10万部とかって言ってるわけでしょ。800と10っていうのは少なすぎるような感じがするわけ。全然問題にならないですね、ねえ、うん、それって経営の立場から見るとね、その800対10って言ったらがっかりっていう感じじゃないかと思うんですけど、余計の問題にもならない数字ですね。でしょ、誤差の範囲内とかさ、うん、まあ、10万だったらね、ただで配れみたいな感じになると思うんだけど、それってどうなんですかね。それあんまり自分のところの会社のことはあんまり言えないかもしれんけどいや僕はね、うん、僕は本当に見てて、そのいわゆる500万600万700万のね大きなビジネスから見たらね、ひっくり返って 10だったらね、そら大したことないと思うんですよ。まあ、一応普及のパーセント 10% を超えたらもうちょっとビジネス的に考えないといけないと思うけど、まだそこまでいってないから、うん、ただまあ一般的に言われるのは川の流れみたいなもんで、いつかは海に行くんだけど、うん、いつ行くかがわからんと、やっとかなきゃダメだと、うん、っていう防衛、まだ防衛的なマインドがどうしても抜けないでしょうがないですよね。成功体験もないし。なるほどね。だからそれは、あの僕も偉そうなこと言えないですけど、経営者の目から見たら 1% 以下のねプロダクトはそんな真剣になれないですよ、うん、それやっとかないといけないって理念は分かるんですけども、うんうんうん、それ 1% が 1.5% になったから君は会社を英雄だっていうわけにいかないし、あとの 99% をどうにかしろっていう話はね、経営陣はなってしまうから、うん、そっちは致し方ないという、別に弁護するつもりはないですけども、うん、ただ本当にイノベーティブな人はみんながダメだと思っても 1% を 2% にしますよと、うん、来年は 4% ですよ、 8% ですよ、うん、16% ですよっていうふうにやる人ですよね。そのイノベーターは業界の中に、まあ、あんまりいないわけじゃないですか、うん、どんな今までの歴史から見てきても ね、まあ、ねで、その経営者はそんなことをチャラチャラやってる経営者ダメなんですよ実際は。だって 99% がおろそかになっちゃうから、うん、ちゃんとしっかり儲けないとね、うん、っていう、そういうことなんでしょうね。だから両方を考えて、抜かりなくその 1% って言ってるけど、知らない間にきちんと基礎を作って 2%、4% 売買ゲームにしていくっていう戦略を本当に立てられる経営者っていうかね、そういうメディアの企業は素晴らしいと思うけど、それだってスティーブ・ジョブズだって馬鹿にされてたわけじゃない、そんなもんはおもちゃだよみたいなね、うんうんうん、でもやり続けるっていう、打ち続けるっていう、でそれは自分がやりたいからで、別に儲かるからっていうよりもね、うん、それが正しいと思うっていうことをやり続けるっていうのはやっぱり企業体は難しいんですよね、うん、ベンチャーならいいのかもしれないけど、ね、うん、だから次の本当の新聞 2.0 じゃないけど、そのテレビ 2.0 とか 3.0 を作るのは業界の人じゃなくて、うん、もう映像好きやねんっていうね、もともかく映像みんなに見てほしいみたいな人がやっぱりやっていかないと、まあ、ゲノアリーナでもあのニコ動でもいいですけどね、うんうん、そういう人たちが新しいフォーマットを作ったっていうわけですよ。別に今の放送に
ま、なるべく真似して画質を上げてとかね、そのこと考えるのも一方でやってもいいけど、全然違うことを考えてくれた方がいいじゃないですか。でテレビってものも定義を変えてくれるっていうかね、もう百何十年、まあテレビ自体は半世紀以上やってるのはもう疲れてきてるでしょ。だからテレビが悪いって言ってるんじゃなくて、常に新しいものを作る活力で新しいものとしてテレビは生まれたんだから、じゃあ新しいって何なのっていうことをもう一度思い出して、今の時代に新しいことは何なのかって考えれば別にね、テレビの人が次のものを作ればいいんですよ。ただどうしてもさっき言ってみたいに新しいものを作るんじゃなくて今のを維持しないといけないと思うから、それで重要な能力の 99% はそっちで消えちゃってる。そうですね、まあ、それは人のこと言えないし、みんながねこう、そうなんだけどねと思うんだけど、できない。人生の他の問題もそうですね、本当はそうあるべきなんだけどローンがあるしねみたいなことですよね。で自由で何も持ってない人が突然イノベーションを起こすかもしれないけど、でそういう人たちを邪魔しないできちんとやらせてあげればいいけど、やっぱり俺がローンで苦しんでなんでお前ばっかりねちゃかちゃか遊んでんだバカっていう話になっちゃうんですか。そうね、本当にね。でパソコン業界でもそうやって苦労したでしょ、ミスさん。したでしょ。した。だからそのイノベーターの人たちはそういう一つの対価を払いながらリスクを取って、新しいものを作るってことをやってきてるから、だからじゃあテレビの中のテレビ業界の西さんみたいな人は誰っていうのは誰か分かんないですけど、そういう人たちがどっかにいるかもしれないし、いないかもしれないですね。分かんないですからね。だから古いものが悪いとか新しいものがいいっていうふうに決めつける必要はないけど、ただまあそのメディアだって生き物なので常に進化していくっていうことと強調して、環境に合わせてやっぱり変わっていくっていう力を持ってないと、僕らどうしてもテレビっていうのもそこにありますって未来永劫みたいにイメージしてますけど、大きいブランドだって常にイノベーションやってるわけじゃないですか。それをイノベーションをこうなんだろうな、きちんと足腰軽くできるように企業体を変えていかないとやっぱダメですよね。優秀な人いっぱいいるんだけど、優秀な人はみんな守ることばっかりやってるから、その能力が無駄っていうかね、どん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 こう重くなってくるじゃないですか。そういう人たちを解放するような組織とか考え方を変えると、まあずっと難しいものだと思いますよね。まあだから僕なりにね、今日のお話をまとめさせてもらうとね、映画のフィルムが 4K に変わりましたよと、映画の作り方が 4K で変わりますよという、そういう映画の世界のコンテンツもいいけど、映画以外のコンテンツとしてね、テレビが 4K をどういうふうに活かせるかっていう、活かしていくのかっていうことを、その答えが出せなかったら 4K は流行らないよというか、綺麗以外は何なの。そうそう、みんながそこにやっぱりその何を求めるかっていうか、みんなが納得するものを作らないといかんということですね。今だから次のもっと美人を選んでね、アイドルにしようと思って、AKB でいいんですよ。48集めて選べるようにしないんです、ね、オンデマンドね。そうそう、だから全然違うモードで、アイドルオンデマンド、アイドルもさらに可愛くとかね、さらに若くっていう一人にやってるけど、じゃもう数増やしてみんなで選べばいいじゃんとかってモードを変えて、その 4K っていうのはただ綺麗にするとか、さらにね、絵がこう正しい色になって綺麗にもう詳細に見えますっていうのは確かにそうなんだけど、その力をもっと別の方にも生かすっていうか、ね、そうですね、そこをやっぱりちょっと考えなきゃいかんね。そうそう、それがみんな分かってない。それだからコンテンツとしてはニュースがあって、スポーツがあって、それで映画があって、また音楽があって、 そこら辺で 4K のシステムに映画以外のコンテンツをどんな風に載せるのかっていう、もうテレビじゃないですよ、そこね、そこね、テレビでも映画でも YouTube でもないっていう、なんかテレビと呼ばれてるイメージを超えた元映像の世界みたいなのを考えるかっていうイマジネーションを持ってないと、テレビを守るとかね、打ち破るっていうふうにしか思えないじゃないですか。なるほどね。それにさみたいなこう破天荒に飛んじゃってる人やっぱ、いや僕はそんな破天荒でも飛んでるわけでもないんですよ。昔は、ね、昔は今はそう、まあね、あとね5分あるんですけど、だいたいこの今日のテーマの 4K とその仮想現実っていうのは、なんかなんか他の話題があったんじゃない、いやだから今度はそちらがなんかこう聞いていただくっていうか、そういう最後の5分でもよろしいのではないかと思いますけど、西さんが何を思ってるか聞きたいですね。やっぱり僕が大学時代は
実はすごい夢を持って、どういう人かよく分かんなかったけど、偶然同じ学校で先輩後輩でいて、なんか今度パソコンの雑誌作ったんで買ってくださいとか言って、目がキラキラしてたじゃないですか。こんな、もう今なんかしょぼしょぼしてるんですよお金持ってなくてね、なんか一人で取り次ぎもなくね、売り歩いて、なんか記事がないから書いてくださいとかね、来てたじゃないですか。いや僕はね、今ねオーディオやってるんですよ。でその今までの伝統的なオーディオをやってるんですけど、それはまあある一つの半分ぐらいのものでね、でコンピューターが MP3 ぐらいしか今できんわけですよ、みんなね。でやっぱいわゆる雰囲気の出るような音、雰囲気の出るような絵、そのものすごくリアルな音と絵をコンピューターにどう乗せたらいいのかっていう研究をやってるっていうのが本音のとこですね。まあ、それは僕の解釈だと正しいっていうか、 今の話はね、さらにビット数が増えて、ストレージが増えて、ネットワークが広がっていっても、こう爆発するこう何重厚長大みたいな、こう成長神話みたいな話の延長だけど、でその一方でそれがそれでいいんだろうかっていうね、考え方もあるわけですよ。いやもちろんそう、もちろんそう。Facebook に飽きたとかね、もちろんじゃなくて、本当は俺ってどうだったのかとかね、本当にいい音で聞きたいとかね、手触りで美味しいものとか、あの一番素敵な人と一緒にいたいとかね、シェアできないものもあるじゃないですか。でそれは音であったり、もうちょっとその健康であったり生き方みたいなものをきちんとフォーカスして、そこでやっぱりビジネスしないと、みんなでシェアする楽しさはあんまり金取れないし、でも本当に自分の好きのオーディオなり、まあ 3D プリンターで作ったなんかでも、自分のフィギュアでも何でもいいですけど、使って自分の大事な自分だけがこうマテリアライズしたものをね、きちんと提供できるっていうのはビジネスだなと思いますよ。だから僕はね、それでね、音で音を伝えるだけじゃなくて、音で例えば悲しみとか喜びとかあるじゃないですか、そういうその音の上に心をどう乗せるのか、その映像でそのいわゆる映像のその色と形に、なんかその雰囲気ってあるじゃないですか、それをどう乗せるのかっていう、それね、すごい大事だと思うんだけど、すごい高密度の画像を見てもみんな感動しないんですよ、音が良くないと。そうなん、他のもんがね、そうなん、絵だけじゃなくてその周りの雑音とかね、ちょっとそれね、映画なんてね、映画なんて音楽が乗るのと乗らないの全然違うんですよ。そうそう、もうね10倍ぐらいね感動が違う、だからそのビットレートがこうちょっとバカにしてこうねぐってね、雑音と思ってるところをきちんと扱ってあげるのが人間も大事にするっていうかね、だからその人全面的にケアしてあげる、あなたの好きな音で、好きな手触りで、好きな雰囲気でっていうのはね、それはお金払うし、みんな欲しい、みんなが違うもんだけど欲しがります。そういうのにビットレート使ってくればいいけど、なるほどね。どうですか。いやそれはね考えなきゃいけないなと思ってる。そのね、今ね CD の末期症状、末期なんですよ。どういうことかって、 CD1 枚千何百円だったけど、今はね100枚で箱が1万円とかそういう世界になってるわけ。CD1 枚100円なんですよ。いいことじゃないですか。いやいや、いいことなんだけど、もうでね、でバッハのね全ての作品集100枚1万円、はい、1回買ったらもう終わりみたいな感じになってるわけですね。だから今のその箱物の CD が売れてる現象っていうのは最後の状況じゃないかと思うわけ。まあ、僕の先代、あの世代とかは上ですよね。まあそ楽しいんですよ、ね、すごい楽しい。フェルトベングラーね200枚ほれセットで5万円とかね、すごい楽しいんだけど、やっぱりその先にね、でじゃあ全部オンデマンドになるのかって、そういう感じにもならないような気がするんですね。そこをだからいろいろ毎日やってるっていうか、まああともう一つはその、たくさんお金を儲けるとかそういうことではなくてね、好きなことをやっぱりやりたいなと思って、まあ、みんなが好きなことをできるような社会ができた方がいいわけですよ。みんな違うから、ね、全員にはまあ同じことを均等にマックのはできないけど、みんなが見つけられるしとくチャンスを作るのはやっぱりデジタルはできると思うんですよ。放送局1曲だけとできないけど、世界中にネットであれば好きなの自分で選べるわけじゃないですか、そういう自由は少なくとも確保できる。その上にビジネスやるとかっていうふうにしていけば、あと最後にね、これをご紹介いただけませんか、この本。それちょっと古いあれですけど、私が今やってる、ジャーナリズムっていう朝日新聞の、朝日新聞本社が出してる最後の雑誌なんですけど、ジャーナリズム研究の雑誌で、ちょっと今は古いこれ号ですけども、
大手の書店では知る人ぞ知る本、まあ、業界の人は多いですけども、うん、まあ、次のテレビをどう考えるかとかね、電子出版をどうするかとかね、うん、電子新聞どうなるかみたいなこともいろいろやってますし、最近は中国報道とか今の新しい号は、メディアを考えるための読書案内とかね、そういうのもやってますんで、オンラインでも PDF で、PDF で売ってる、もう売ってます。おお、いいですね。年間購読すると安いですから。月刊ですか。月刊です。ああ、いいですね。ですから、まあ、すごく面白い。どっかでお目に留まれば買いまとめください。いいよいいよ。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。